吉田さん、雨の時でもどんな時でも続けてきましたね。体調が悪い時でも、それこそ大事な用事がある時でも、旅行中でも、車が壊れても、脱臼しても、常に毎日しつこいぐらいやってきました。そうするとね、派手に登り詰めた人が転落してなんか二度と出てこないっていうところにもよく直面するんですよね。だから何ですかね、地味にずっと続けること、10年とか20年とかね、吉谷さん18年とか言いますけども、まあ、それはねやっぱりね、捏造のしようがないですよね。例えば過去の YouTube 特定の日付の動画をピックアップしようと思ったら、その日1日だけでもいくつあるって話ですよね。動画の投稿してない日がないし、私にだってライブ放送してない日がないし、お客さんからの問い合わせに答えてない日はないし、非公開動画を、ね、限定公開の動画を作ってない日はないし、何もかもやってない時はないというね。どんな時でも、それこそ10年とか18年やってると、もうなんか頭クラクラして、それこそね、口も聞けないようなコンディションの時もあったと思うんですよ。なのにその時もやってますよね。だから続けるってすごいなと思うんですよ。それこそ1年2年だったら誰でも続けられるんですよ。休みながらだったら誰でもできるんですよ。コツコツの意味を取り違えて、結局はマイペースに戻ってくる人って結構いるんですけども、どんな時でもでしょう。どんな時でもでしょう。これは本当強いですよね。しかも捏造のしようがないし、 YouTube で証拠が残ってるし、どうだって感じでしょう。で、売り上げとかね、なんとかっていうのは本当なんかこう、証明すればするほどその証拠画像を作る方法もあるんで、なんか空虚なんですよね。そういったものでエビデンスとか言ってるの。で、唯一のエビデンスっていうのは、なんか毎日ここまでやってきたってことじゃないですかね。それは他の人にはできないことなんで、それこそね、なんかそのネオヒルズっていうのも今はやってないですからね。ネオヒルズが本当にね、ネットビジネスで儲けてるとかなんて言うんだったら、まあね、潜んでやってる例もありますけども、じゃああの時の販売所はなんで今しぼんじゃったのみたいなね、その疑問にもやっぱ答える術が今ないと思いますし、まあ確かにね、ポーッと出てね、打ち上げ花火みたいにバーッと広がったら、その後落ちるだけですからね。まあだから平等じゃないですか、やってきたっていうそのエビデンスは、足跡っていうのは。まあ確かにね、十数年前、私のログはないですけども、ある時ログがポンと発生してからは、そのペースで今日までやってますからね。これはだから譲れないところじゃないかなと。どれだけ強敵が出てきても、まあ、負けないような材料になってるんではなかろうかと思いますね。だからあれですよね、なんか離れていった人も、離れた先でどっかの塾のかなんかが入りますけども、そこのサポートがなくなるから結局戻ってきますよね、ずっとやってるところに。はい、というところでね、末永く金剛組でございます。いらっしゃい。